ですね、今日の8時17分に滋賀県北部にマグニチュード 4.4 で深さ10キロ最大震度3の地震が発生しました。状況はこの映像の通りです。ちょうど琵琶湖あたりなんですかね。ちょっと地図がちょっと荒いので分かりづらいですけども、最近ちょっと、まあ、右側の、まあ、履歴を見ていただくとわかるんですけども、ちょっと大きめの地震が、ちょっと多い、かな、と、思います。なんか日本海側、が多いような、気がしますよね。今まであまり日本海側って大きい地震、なかったように思えるんですけど。能登半島とかでも14日にありましたし。まあ、これは震度4になったのか。最終報でね。海外でも今地震が多発していて、そのプレートが繋がってるのはやっぱり日本になるので、ちょっと注意が必要かなと思います。また、時間があるときに YouTube ライブ、地震のライブしますので、その際はご覧くださいませ。じゃあ、滋賀県北部の8月16日8時17分の地震の速報でした。